1月28日 ACL プレーオフ大接戦ですですが、多分東京温室に来て一番寒いぐらい寒い、やばいね。そして明日まだ出てない、まあ、どんな試合になるかわからないし、なんか雪なんかも降ってきちゃって寒いって、今なんかピッチコンディションも悪いようで、何事前の練習トレーニングも中止になってますということでね、まあ、どんな試合になるかわかりませんが、楽しんでいきましょう。アジアへのタイプです。おいおめえ、お前早いだろ、お前おめえ何、お前中華鍋持ってきてんだよ、お前上海まで待てよ。ファイターフォ勝利、かなり怪しかったね。ピッチが水、田んぼみたいだからボール動かないから、東京がダメとかの前にいい勝負になっちゃったから、もう前半怪しかった、とりあえず後半早々室谷ゴールで、リードして、そこからもう大丈夫かな。最後朝大爆発、とりあえずアジアちゃんとアジア ACL 掴みました。他の楽しんでアジアで大騒ぎしていきたいと思います。とりあえず良かった、ほっとします。